どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、この湿度も吹き飛ばすザ・ブルーハーツ、終わらない歌行こうと思います。これはいいですよ、ストレートですよ、やっぱブルーハーツ。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様の方でもすぐできるシンプル簡単バージョンやります。後半は疾走感満載、パンクロックのあの突き進むエネルギー満載のかっこいいバージョン、2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、元気が出る曲、今歌いたいあの曲あるじゃないですか。あれをですね、カラオケで歌ったりとか CD 聴くのもまあいいんですけれど、伴奏まで自分でしちゃう弾き語り、これぜひ、やっていただきたい。これ最高に楽しいんですよ。でもやっぱ楽器が苦手だなとか、私はちょっと音楽無理なんですという方、ウクレレだったらできます、すぐに。はい、簡単なんですよ。簡単だけど奥もすごく深いですからね、ずっと続けられる本当にパートナーになると思います。ぜひ皆さん気楽に始めてみてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるようになりますから、よかったです。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、リンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私もうできてんじゃないってもうすぐなりますから、もう本当にね、いいですよ。 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間でできる。で、もう私ね、この YouTube チャンネル700曲以上もありとあらゆる音楽やってますからね、もうずっと続けられますよ。しかも無料ですから、 YouTube は素晴らしいです。ぜひ始めてください。じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック、歌詞いってらっしゃい。さっきも言ったんですけども、700曲以上のありとあらゆる音楽がもうすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、 夏メロから洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもあります。演歌もあります。さっきのリンクのところに検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするんで、お気に入りの曲どんどん見つけてウクレレでバンバン音楽しましょう。さあ、早速いきましょう。終わらない歌 The Blue Hearts、 まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4。終わらない歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ショートカットでお送りいたしました。もうストレートです。もう直球勝負ですから、やっぱブルーハーツはもうなんていうのかな、このエネルギー優先ですよ。コードは見て分かったでしょう、簡単でございます。入門コード5個でやりました。で、今のは、ショートカットバージョンなんですけど、フルでやりたい方、コード進行一緒ですから、最後までやりたい方は自分でどんどん歌詞とコード書き足していってください。はい。で、今、テロップとできるように、一緒にできるようになった方は、自分でノートに書いてくださいね。それで自分だけでやってみるとおすすめします。で、私のノートをまあ一緒に見ていきましょう。はい。で、今やったのこれ上の段ですけど、ね、下にいろいろ書いてあるでしょ。これは、かっこいいバージョンでやる、時のことなんで、後でこれ解説しますからね。今は上の段でコードやりました。で、ここからサビから始まりますね。なんとももうメッセージソングですよ。もうなんかすごくいいです。はい。このサビ、これが大事ですね。で、ここ A メロです。もうほんとシンプル。はい。一時停止でメモっといてくださいね。で、ここの感想なんですけど、ここはフレーズ、かっこいいバージョンではちょっとフレーズみたいなの弾いてみますと。はい。で、ここ A メロですね。
で、ここまで終わったらサビに戻るんですけど、ここね、今のシンプル簡単バージョンは普通にこれやって終わったっていうことなんですけど、かっこいいバージョンではここね、ダッダッダダダッ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 ってあのカッティングが出てきますからね。はい。ちょっとこれも後で案内します。じゃあ、まず出てくるコードね。C と Am と F、Dm と G7 のコード5つ。これの5つのコードは、こちらですね。ガズレレ必須コード。はい。いつも出てくるやつなんですけど、ウクレレで音楽始めようと思った時に、すごくウクレレと相性のいいコードから音楽を見ると分かりやすいです。コードって本当は星の数とあるんですけれども、ウクレレの立ち位置から見たらコードから覚えていくのをおすすめします。で、8個くらいあるんですよ。ウクレレと超仲良しコードが。で、この8個覚えておいたら、ほんといろんな曲弾けるっていう魔法のコードのグループを、ガズレレ必須コードとここでは言っております。はい。ガズレレ必須。で、この8個のコード、以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画があるんですよ。それはですね、8個と言ったって8個もあるのかって思うじゃないですか。指1本だったら1個ずつ見ると簡単ですけどね。それをすごくわかりやすく解説してる動画をね、私がね、ここに貼っときます。で、覚えてください。そこ8個だから8個も今日ないけれども、それが基本だよということでございます。じゃあ、かっこいいバージョンの解説にガンガン入っていきますよ。まず基本のリズムは、ドン、こちらです。8ビートのチャ。はい。こういうリズムですね。このチャ。はい。これでやってみようと思います。まあ、正確にはこの曲は、ドッタス、ドッタス、ドッタなんですけど、ウクレレでやるときにはちょっとこうリズムが食い込んでくる。ドッタス、ドッタの方がこう、すごくこうかっこいいんで、これでやってみようと思います。8ビートのチャというリズムですね。はい。このリズムの弾き方、ここでリンク貼っておきます。いろんなリズムがありますけど、ここの中から8ビートのチャっていうのを探してみてください。で、8ビートのチャっていうのはね、超基本になる8ビートっていうリズムができてないとちょっとできないので、もしやったことない方は8ビートからチャレンジしてみてください。そしてですね、これから解説しますけど、カッティングっていう技も入るんですよ。なんでさっき今のリンクのところからカッティングをちょっと見とくといいかもしれないです。はい。ちょっとここも面白いですよ。はい。じゃあ、どんどん解説していきます。まずですけどね、イントロです。イントロね。上から順番にいきますよ。ここに書いてあるんですけど、はい、C、G7 のところ、ダダッ、ダダッって書いてあります。ここはね、矢印が書いてあるんですけど、ここ F と Am と G7 って書いてあって、まあ、ここテロップ書いておきます。この矢印マークっていうのはシンコペーションで前に食い込んでくるっていうリズムなんですけど、要はね、アップで変わっていくっていうか、リズムがね、食い込んでいくんですよ、前に。これをシンコペーションマークって、まあ、ガズレレでって、ちょっとイントロやってみますね。口で言うと、ダダッダダッダンツダンツダンダダッダダッダンツダンツダンダダッ、こんな感じのイメージ。そうすると C と G7 も最初はダダッツダダッツ、ここはいいでしょ。その次 F から Am に行って G7、 この Am と G7 の間に矢印が入ってるでしょ。ダンツダンツダン、前に食い込んでいます。 F、Am、G7、 これイントロね。もう一回ダダッダダッツダダッツ、こんな感じです。ここ、ダダッツツ、ここのツツもカッティングなんですよ。さっきも出てきた。左手ちょっと触って、ダダッツツ、ダダッツツ。こういうのカッティングって、ちょっちょい挟んでいきますから。はい、やってみましょう。はい。で、どんどんいきます。ですね、この、今一回サビが終わって、ここの間奏っていうのがあるんですよね。これです、これです。サビの一番最後のところ、間奏って書いてあるんですけど、ここね、フレーズって書いてあります。このフレーズをここに書き出しました。感想フレーズ。まずですね、これ C と Em7 を押さえてるだけなんですよ。かっこいいバージョンは。なんだけど、見て、この赤いところのメロディーを弾きたいんですよね。これ、スキャンしてここに、どっかこの辺に貼っとくんですけど、ちょっと一緒にやってみましょうか。まず、コードを無視して、最初3弦の0フレット、次2弦の3フレット、次2弦の1フレット、その次2弦の0フレット、3弦の2フレット、2弦の0フレット。このメロディーを C と Em7 で弾きたい。どうなるかというと。はい。このメロディーがメインに流れてるんです。それを C、C、C、Em7 でやるんですよ。C の時はまず C を弾いて、次、3弦の、あ、じゃあね、2弦の3フレット、2弦の1フレット、はい、ここまでね。C、2弦の3、2弦の1、その次、Em7 に入るでしょ。その時は Em7 ただ弾くだけなんですけど、イメージとしては、こういう風に弾くイメージでいいです。そうそう、こうなります。3、1。はい。チャを入れるから、
かせるっていうかね。なんでまず C の2弦の3-1、ここがポイントですね。はい、これ間奏で出てきます。フレーズ1です。かっこいいでしょ。こういうのを散りばめていきますよ。で、A メロは、8ビートのチャーでダーッと突っ走って、暴走機関車のようにパンクロックのこう疾走感突っ走ってですね、最後というか、もう一回サビに戻るじゃないですか。あの時に、あれやります。ダッダッダダダッダッダッダダダ。コード進行は一緒でカッティングですね。こうです。これが基本。今左手で止めてるんですよ。これカッティングですよ。最後のところは手で止めてもいいかも。こういう風に。忙しいけど。忙しいなと思う人は左手で止める。これをカッティングしながら歌うのは結構ね、結構脳トレですよ。終わらない歌を歌おう。クソったれの世界のため。こんな感じです。ここだった。ダダダンとこの勢いをこうドンドンと押し付けてくるようなあのパワー、これがねやっぱりかっこいいということで、はい、ここをカッティングやります。で、カッティングやって終わって、で、ここを見てもらいたいんですけど、ここ2回目だとして、最後のところに、ここ最後のところ、ここね、明日には笑えるように帰ってきたと、ここはラスト CCG7 でいこうと思います。ここちょっとやってみます。一番最後ね、明日には笑えるように、明日には笑えるように、ように。ここは細かいですけど、一回だけ人生も入れるという。これで終わっていきたいと思います。さあ、これで解説は終わりました。あとは、エネルギーとパワーと熱量で、ブルーハーツ終わらない歌、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ガズレレ流かっちょいいバージョンやってみました。ああいいですね。じゃあ最後のダッダッチャチャチャ、これ結構こっちに集中すると歌が、思い通りにならず、歌に集中するとこっちが、このね、このね、伴奏と歌のこのバランスがやっぱり両方カッとこう上がってこないと、うまくね、こうガッチリこう一緒にタッグを組めないので、ここが面白いところだと思うんですけど、まあやってみてください。あ、でももちろん最初はそこジャッ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 ってカッティングはちょっと確かに難しいから、8ビートでもうザッと駆け抜けるのでもバッチグーだと思いますけどね。まあとにかくやっぱこれはもう本当なんていうのかな、うわーって歌いたい曲ですね。声を大きく、はい、まあ音楽はもう基本で感情表現が元ですからね、それをやっぱり中心に音楽楽しんでいきましょう。この人もどんどん歌っていきましょう。ありがとうございます。ウクレレ楽しいと思った方、周りの方にどんどんこの楽しさを教えてあげてくださいね。チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。で、ガズレレはいろんなイベントやってます。一番最新情報は8月4日に甲府行きますよ。イオン小福講話。こちらで、ガズレレイベント開催します。その他にもいろいろある。あとはこのウクレレクラウドファンディング。このウクレレ、すごくいいウクレレです。メトロノームですけど、オール短板。あとは本出してたりとか。そんなことの最新情報をこれからちょっとしつけときますんで、お時間ある方はご覧になってください。今日はどうも見てくれてありがとうございました。どんどん音楽へやろう。それではご案内どうぞ。大ニュース。チャンネル登録6万名様突破しました。6万名様の方のチャンネル登録いただきました。
大感謝です。もっとどんどん進みましょう。ありがとうございます。はい、いろんなイベントドンさあとこう並んでますけど、山梨行って、仙台行って、山形行って、もうまだ続いていきます。フォローお願いいたします。これ全部ねイオンホール、あの島村楽器さんのこうあのイベントにしていただいて、でっかく盛り上げていこうと思ってますので、皆さんお一人様でも大歓迎ですので、どしどし来てください。そしてこのウクレレのクラウドファンディング今やってるんですけども、初日でありがたいことで目標金額は達成したんですけど、まだ継続中です。そして皆さん気づきましたかね、今日これおろしたてなんですよ。見て、ピックアップ付きのウクレレでやりました。このピックアップ付きのソプラノウクレレのこのレビューっていうかも、あのいずれ近々紹介したいと思いますけど、これでもうナイスなサウンドです。やっぱりもう木材天然物の一枚板を使った職人さん手作りなんで、すごくいいです。クラウドファンディングの状況も、情報も、ホームページ、あ、そうだ、ホームページのリンク貼ってなかった、ガズレレ .com、 はい、ここにホームページのリンク貼っときますよ。ホームページ見たら大体のこと書いてますんで、お願いいたします。あと本をいろいろ出してるんですけど、一番新しい最新刊はこちらです。ドン、リットミュージック社から出ている100曲入りのガズのソングブック、これめちゃくちゃ今バカ売れ中でございます。ありがとうございます。すげえ簡単ですね、本当にお気軽に100曲スラスラできます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん音楽楽しみましょう。音楽聴くよりやる方が最高。これに共感してくださる方今増えてます。皆さんもそのうちの一人だと思うんですけど、この調子でどんどん行きましょう。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。